今日は母の日です。皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。長崎の教会では例年神父様から信徒のお母様女性部の方々にお祝いと感謝のお言葉があります。今年は中村道明大司教様からも母の日おめでとうメッセージが届けられました。教会でメッセージを受け取れた方々には嬉しいプレゼントとなりました。一方、さまざまな事情でこのメッセージを受け取れなかった方々もいらっしゃいますので、代読でお届けいたします。お母様方、女性部の皆様方、本日は母の日おめでとうございます。いつも教会のためにもさまざまなご奉仕やご任務ありがとうございます。先日教区評議会総会でもう少し女性の方々を大切にするようにという内容のご提案がありました。女性の方からのご意見ではありませんでしたよ。私たちは皆様方のことを大切に思い尊敬いたします。それに女性の皆様方の存在やお働きがなければ教会の存在も働きも成り立っていきません。どうぞこれからも私たちの第一の使命である福音宣教のため、これからも皆様方のご協力とご助言をよろしくお願い申し上げます。なお本日は世界照明祈願の日でもあります。皆様方の身近に司祭や修道者になるために年齢などふさわしい方々がおられることだと思います。どうぞお祈りだけでなく具体的にお声をおかけくださり、進学校や志願院にお送りくださいますように合わせてのお願いをいたします。皆様方の上に聖母マリア様のお取り次ぎを願いながら、神様の豊かな祝福がありますようにお祈り申し上げます。2022年5月8日母の日にあたり、長崎大司教区大司教ペトロ中村道明代読